では次へ参りましょう。どうぞ。オーディション前に心が乱れてたら受かるものも受からないわよ。言ってるでしょ、名教師水よって。顔でも洗ってきなさい。少し休憩しましょう。名教師水、よく最近耳にいたしますね。自分の心は鏡のように澄んでいて、そしてこの鏡に映った自分を見ながら、あとは運を天に任せていこうという、そういうような意味にとれますが、実はですね、この中国に王体という人がありまして、この人何にもしなかったんですが、みんながその人に寄ってくんですね。それである時、あの孔子にですね、弟子が何であんなに寄っていくんですかって聞きましたら、彼は立派な人なんだと、何にも言わなくても彼のですね、静かにとどまっている心にみんな我が心の鏡を映して、そこからいろいろ勉強していくんだと、こう教えたというんですね。ですから、止まっている水、その静けさはまるでですね、自分の心を明らかに映す鏡のようであると、そういう意味で明鏡止水と申します。では、その次の場面をどうぞ。